皆さん、こんにちは。前田正俊です。しばらくお休みしてしまいましたね。6月はごめんなさい。自分のコンサートがちょっとありまして、ちょっと忙しかったのと、なんといっても暑かったですね。で、ちょっと完璧に夏バテしてしまいまして、ちょっとお休みさせていただきました。すいませんでした。前回はアルペジオをやりました。で、よく練習していただいたと思うんですけれども、今回はね、スタッカートをやってみたいと思います。おたまじゃくしに、点がついてるやつですよね。このスタッカートをですね、私がいろいろアマチュアオーケストラなんかの指導に行った時に一番感じるのが、このスタッカートがみんな上手じゃないなってことをすごくよく感じます。で、スタッカートっていうのはちょっと勘違いしてる方もいるんじゃないかっていうところがあるので、ちょっとここで一回整理をしてですね、スタッカートとは何だっていうことを少し奏法をですね勉強してみたいと思うんですね。で、スタッカートっていうのは点が書いてありますから、いろんなスタッカート、いわゆる短くポン、マルカートとも言いますけど、こうポンポンってこう切るわけですけれども、ブラスなんかだとパッパッってやりますね。同じように弦楽器もこうやってこういうふうに短くやるのをスタッカートと言います。ただ、ここで大事なことは、弓を止めて弦を発音させる、引っ掛けるんですね。こうやって、この引っ掛けるんですけど、この引っ掛けるときに、前にスタートの前に弓がきちっと静止していること、がこれがとても大事です。で、これが静止しないと、このただ押したこういう音になってしまう。で、これはスタッカートモードキーで、スタッカートにはなりませんね。例えばこれを、ちょっと音階弾いてますと、これでスタッカートやってると思ってる。とはそうじゃなくて、スタッカートっていうのは、くまで点があって、ポン、音が弾かれる。この押すんじゃないっていうこと。で、そのためには、弓を止めた時に人差し指でこう弓をちょっと軽く押さえます。軽く、強くでもいいですけど、押さえます。で、押さえたら、この押さえたやつをこうやって、解放する。この押さえた手を解放します。大げさにやるとこんなことかな。これもちろんこういうことやったらダメですよ。ですから、こういう感じです。引っ掛けたらね。で、点をつけることを練習してください。点をつけて弾いたら、これはあんまり長く弾かない。こうやって短く。で、あとは抜きましょう。抜きましょう。こうやってやって。こんな練習をしてみてください。で、これもできるようになってきたら、今の練習がだんだんできるようになってきた、発音が良くなってきたなと思ったら、今度は音階でやってみましょう。音階は何でもいいです。都庁長の音階を使ってやってみたいんですが、この時にまた、一つ大事なことは、その点の前に必ず指を押さえるということです。点の前に押さえる。ここで押さえる。で、ここでもうスタンバイしておいて、で、押さえる、押さえる。話す。ということで、スタッカートができます。で、これを同時に、こうちゃんとこういう練習をしておかないと、これとこういうことをやる人がよくいるんだ。これスタッカートにならないんだね。点がつきません。で、このことはですね、僕も実は高校ぐらいの時に、うちの師匠にですね、ものすごいしつこく言われ
て、まあ、僕もあまりその辺がちょっと上手じゃなかったんだと思うんですけど、結構うるさく言われてやった記憶があります。ですから、一つ一つこうやって点をつけるという練習をしてみてください。で、まあこれがこの音階でもう何でもいいです。そういうふうに思ってできるようになったら、少しずつこういろんなものをやっていきたいと思うんですが、ちょっとだけ進みましょう。またサポージニコフちょっと使って、サポージニコフの29ページにですね、これスタ、あの、普天の練習なんですけど、ちょっとこの普天はこの、こう書いてありますが、これをスタッカートをつけて練習してみたいと思います。で、このスラーの、これをスタッカートをつける練習ですね。と、押さえます。また、一個一個の音がはっきりと、また、練習を積み重ねてみてください。スタッカートにはいろいろな奏法がたくさんあります。で、これも演奏の表現、その曲の表現によって飛ばすスタッカ、飛ばす弓を飛ばすやり方から今みたいに引っ掛けるやり方っていうのがありますけども、まあこの引っ掛けるスタッカートは基本中の基本なんですけども、あんまし速いパッセージには使えません。速くなるとやっぱりこう飛ばさなきゃなんない。スタッカート同じ点でも飛ばさなきゃならなくなってきますけれども、これはまた次回にね、その飛ばす意味のテクニックをまた練習したいと思います。まずはしっかりと音をきれいなスタッカート、長くやる必要はない。大きなこんな質問なんですが、こんなふうにして短いスタッカートをきれいなスタッカートができるように練習するといいと思います。まあ、今日はこのぐらいにしておきます。また次回にはこれの少し別なバージョンですね。飛ばすオンストリングというか、オフ弓を飛ばすやつをこうちょっとやってみましょう。今日はこの辺にいたします。またよく練習をしてください。ではさようなら。